1080系電車高松築港駅付近を走行する1080系高松琴平電気鉄道1080系電車は高松琴平電気鉄道が保有する通勤系電車。元京浜急行電鉄1 0 0型で1959年から1960年の東急車両製造、または川崎車両製。 1988年から1991年にかけて、制御電動客車の1081から1092による2両編成6本の12両が入線した。2012年現在、1081から1088.1091から1092の重10量が、琴平線に在籍する。車体は、長さ18メートルの構成車体。窓配置は、 C3D1D3D3D2 で、客用扉は片開き、窓は2段上昇式である。また、前面の窓状に、方向膜と種別膜を備える。連結面は、幅広の貫通路で、貫通扉はない。張り上げ屋根で、奇数号車の連結面よりにパンタグラフを備える。冷房装置は集約分散式の投資バップ -2209。 一両につき四台を屋上に搭載している。座席はロングシートで、モケットは青である。壁には淡い緑色のデコライターが用いられ、全般的に感触系でまとめられている。電気関連は東洋電気製造製である。主電動機は 75kW4。制御方式は自動加速式抵抗制御で、一台で8個の主、電動機を。 自家並列制御をする。なお、制御機は、奇数号車に搭載されている。台車は東急車両製造製の TS-310 である。京浜急行電鉄線系電車は、都営地下鉄1号線乗り入れ用として1958年に、800型として登場し1978年まで、増備が続けられた。 高松琴平電気鉄道に譲渡されて1080型となった車両は、量産車で4両固定編成の第一陣として、登場した1959年から1960年に製造された B グループである。当初は、全面に枚窓であったが、1970年から1972年に、全面貫通化改造を実施。 1979年から1984年には、冷房改造が行われたが、新造者に置き換えられ1988年から1991年に、廃車となった。旧都職の頃の1087仏生産駅、市宮駅間2003年3月琴平線の、ラインカラーとなった10912010年8月、高松琴平電鉄は、 京浜急行電鉄の車両を導入することで、琴平線の冷房化に着手した。二代目六百型に続き、統計式の購入が決定された。入線にあたっては、京急車両工業により、以下の改造が行われた。なお、1080型より前に、琴電に入線した、全長18メートル以上の3、扉車は、中央の客用扉の撤去が行われていた。 これは、当時、河原町駅の琴平線蓄光方面ホームが、急カーブ上に存在したため、車体との隙間が大きくなり、乗降が危険になるためである。しかし、統計式は、台車のセンターピン間隔が短めであることから、隙間は、比較的小さくなるので、撤去は行われなかった。ただし、このドアには注意喚起のステッカーが貼られていた。また、 高松琴平電鉄では初めて全面、側面に方向膜を備えた車両となった。入線当初、全面の行き先表示は方向膜とサボを併用していたが1992年のダイヤ改正以降、方向膜のみの仕様となっている。なお、入線当時は存在した、準急の種別膜や、岡本の方向膜が、現在も装備されている。 貫通扉の渡り板は、京急時代は、普段上げられていたがことででは下げられることが多い。2008年8月13日と、翌2009年8月13日のさぬき高松、祭り花火大会の際には、長尾線の応援運用に入った。行き先表示幕は、高松筆行方面行きの際には、通常通り、普通、高松筆行の表示であったが、 琴平線車両には、長尾専用の表示がないため、長尾方面行きの際には、白幕で、普通のみの表示で、行き先を書いた紙を貼っての走行となった。香川県内で、ロケが行われた、きなこ見習い警察犬の物語の、公開記念企画として、2010年6月19日から2011年4月7日まで1083から1084、編成が、 きなこ電車として運行された。長尾線に1300型が増備され、それによって玉突きされた600型が、琴平線に転属することにより、1089から1090編成が廃車になり、2011年11月27日に、同編成のさよなら運転が実施され、同年12月上旬に解体された。同編成は2004年8月30日に、 高松築港駅構内で台風16号に伴う高潮の被害を受け状態が悪化していたため廃車対象となった。2018年4月16日より1083から1084編成が京急2100系電車をイメージカラーとしたラッピング電車として運転されている。ただしこのラッピングは京浜急行電鉄の全面広告であり、 当日の1081から1082編成と異なり、京急線形電車の配色ではないため、復刻塗装でもない。2019年3月6日より1081から1082編成が、ファン有志が立ち上げた、クラウドファンディング、還暦の赤プロジェクトにより、還暦の赤い電車として、京急時代の塗装に復元されて運行されている。 ありがとうございます。